はい、今日もダイシーダンジョンズをやっていきましょう。何度もやってるんですが、この道化師の4がなかなか勝てずにね、もう敵の HP が 10% 増加で装備が強化されているという状態ですね。さて、宝をもらえる方からいきましょう。まあ、レベル1の相手はひたすら、デコピン、ツッコミツッコミ、スナップは考えずに。ただ殴るだけで。防御力4だって。ああ、めんどくさいことしてくるな。でも、デコピン、デコピン、ツッコミで。よし、防御力の上から叩いた。最初はこれでいいんだけどね。途中からスナップゲームになるね。ジャグリングはサイコロ1個入手するってことは、スナップの邪魔にはならない。クラブ。最大3。ジャグリング。ツッコミ。デコピン。デコピン。まあ、最初はただ単にこうやって与えるだけのゲームなの。毒蓄積、毒蓄積。めちゃ強いな。倒せないと大変なことになるんだが。ツッコミ、デコピンで終了と。まあ、ここまではいいと。これ手に入れるやつが問題なんだよね。凍結。凍結してもあんまり毒がね、あんま役に立たないんだよな。凍結の雪の結晶の方がまだいいか。相手のダイスが小さくなるってことは、こっちへの攻撃力が減るってことだから、これの方がいいかな。凍結するとダイスが1になるんだよね。よし、お次スナップができることを考えて、デコピンは残すか。だけ使って次多分相手のダメージをこっち食らうから、デコピン、デコピンでいけるでしょ。いや、1個デコピン使ってもいいか。デコピン、ツッコミを取っとけばいいのか。そう、やっぱ凍結、それなりに役には立つよね。スナップ溜まってから、スナップスナップ攻撃行こうと思ったけど、スナップ突っ込みしかできないか、これ。まあいいか、でもやった方がいいからやるか。スナップ、突っ込み、ドン、サイコロを使わずにダメージを与えられることができるんだよね。氷粉砕、ジャグリング、いまいちなのしか出てこないな。お菓子が次見えてるから、粉砕でいいか。これ6ダメ与えられるの、単純に。で、お菓子、スナップ。あ、こっから先はできないか。あんまりうまく回らなかったね。まあ、あと7ダメなら。ほとんど食らわずにいけたと言えるだろう。あと7ダメぐらい与えられる？ジャグリング。デコピン、デコピン、デコピンで大丈夫か。デコピン、デコピン、デコピン。うん。危なげなくやっつけられた。たくさん倒して HP 上げた方がいいんじゃないかっていう人もいるんだけど、強化とかした方がいいんじゃないかっていう人もいるんだけど、余計なカードが手に入ると、それだけ揺さぶりサイコロの目プラス1。この邪魔にならないからいいね。気にせず先に行く。で、魔女が強いから無視して。
シュマロ、デコピン、お菓子。相手はすげえダメージ与えてくるな。いいか、デコピン、デコピンでやっていこうか。使えなかったら次スナップになると嬉しいんだが、ああそこまででもない、あと 3HP 消費で死ぬ可能ということは、あえてこの炎を燃やすと、ボンボンって燃やすとスナップになるんで、ここでスナップすると、こう凍結スナップ、ジャグリング、ジャグリング、氷粉砕5、デコピンが出るからデコピンをスナップ、次ツッコミが来るから揺さぶりでサイコロ目を1個上げておいてツッコミをスナップ、次お菓子が出てくるからツッコミを普通に使って、でお菓子をスナップ、デコピンをスナップ、相手の炎攻撃を利用したスナップ、むしろダメージ食らいたいっていう時もあるんだよな。はい、これ複製いいね。でこれを買うかどうか、強化するか破壊するか、今特にでも破壊したいのないなぁ。ナッチ最低に、最低にほぼ使えるね。ジャグリング最大3、ジャグリング最大3っていう時使えないから、最低にってことは1じゃなければ使えるね。ナッチは入れておこうか。じゃカード回すのに使えそうな気がする。奇数と偶数の調整にもできそうだしね。スナップは溜まってそうもないし、溜まりそうもないから、ここはガンガン攻撃していく方向で、奇数、凍結。サイコロの目プラス1。マッチ最低に、サイコロの目マイナス1なんだこれ。プラス1かと思った。マイナス1って。デコピンデコピンするか、奇数最大さん、しまった。普通に最初は与えとくか。これだと本当倒すの時間かかるんだよね。いかにスナップをするかというスナップゲー。どげ追加、どげ追加。あーめんどくさいな。本当は何もしない方がいいんじゃないかっていう感じだよね。3ダメ与えてもこっちが食らっちゃうだけなんで、奇数がないな。でもなんか回復だけするか。食らっちまうのはきついが、食らえば食らうほど何かできると考えて、まあいいか、いいだめ与えとくか。あんま美味しくないね。スナップになったが、都合の悪いスナップだなこれは。しかも向こうにはトゲがある。奇数先にスナップにした方がいいのか。氷粉砕、デコピン、あんまり美味しくないか。
氷粉砕デコピンスナップ、あ、スナップ1回しかできなかった、全然ダメスナップだな。やばい、トゲ強いな。これもうまくいかないな。マッチ雪の結晶。スナップしても全然うまくいかないパターンだ。普通にやっつけた方がいいな、これ。回復している。1ダメ与えている。コピンしている。デコピン、レベルアップじゃない？あ、違う、全然違う。まずいな、トゲ野郎がこんなに苦手だったとは。これで回復、回復し、回復なかった、ない。ジャグリングもう一個にしとくか。ジャグリング2個揃ってた方が強いかもしれない。まずい、これ毒野郎だね。あ、いきなりスナップからいける。いきなりスナップからいけるんだったら、で、こっちまで来る。ジャグリング最大3。スナップ行こう。ジャグリングして、スナップ。スナップ。複製スナップ揺さぶり、雪の結晶はできそうもない。雪の結晶、粉砕、ナッチ、スナップ、キス、凍結、あ、ジャグリングいけねえ。いや、結構与えられた。全部1。よしよしよし、いいぞいいぞ。凍結が効いたな。凍結が、あと8ダメージ与えられれば勝てるが。最大3。ジャグリング。デコピン。ツッコミ。あと1ダメが。あ、待てよ。これなくして、破棄して、デコピンで。ギリギリ、なんとか。レベルアップ、レベルアップ。ああ、足りない。きつい。これは複製。複製、強化にしよう。何を強化しようかな。氷粉砕は強化するとどうなるんだ。凍結者的には2倍。いいんじゃない？ 2 倍ダメージってこと？強化しよう。で、複製、今のやつを複製すればいいんじゃない？氷がうまく回んないと無駄だけど、これはもう余計なカードはいらない方向で。一応見てみる。ああ、デコピンを増やすか、雪玉。雪玉増やすのもいいか、雪玉2個しかないから。すべて獲得するか、虫。獲得しよう。さあ、どんなデッキになってか見てみる。17で、最悪、デコピンがこんだけ集まって、ツッコミが多い。揺さぶり複製。
こういう風にする。2個になり、ジャグリングは2個、雪玉、あ、雪玉と雪の結晶別なのか。だったら雪玉邪魔だな。一緒だと思ってた。どっかでスナップ勝ちを狙うしかないんだが、相手の攻撃は8ダメージプラス6。最大5で2×。うわ、死んじゃうじゃねえか。だから手札を揃えないといけないんだけど、揃わない。とりあえずジャグリング。手札を揃える方向でいかないといけないんだけど、全部バラバラだな。回復しとくか。回復。雪の結晶氷粉砕は次のターンにやるとして、ツッコミデコピンもこの後に見えないんだよな。これはなかなかまずいね。10ダメ。いや、今スナップ来てもなって感じなんだよね。揺さぶり、数でこれ凍結、揺さぶり6を増やす。次デコピン出るから今お菓子をやり、なんで今スナップする。お菓子で回復し、ここでスナップ、スナップ、ジャグリング最大3。よし、ジャグリングしておく。ツッコミが来ない。奇数、サイコロ凍結して、凍結して、サイコロのマイナス1。マイナス1して氷粉砕したら、あ、でもマイナス1して、マイナス1で氷粉砕が2個だから、これで何ダメ与えられるんだ。スナップ、うわー、めっちゃ与えた。ツッコミデコピン、サイコロ複製、いい。待てよ、雪玉5ダメの方が勝ちじゃないか。うわー、スナップゲー勝ち。危なかった。これ使いこなせば結構回れば。手品、現在の手札を破棄する。戦士の攻撃0よダメージ。いやー、邪魔だな邪魔だな。揺さぶり、無知、鏡の間。まあ欲しいとしたら揺さぶりだけど買えないから。でも HP 満タンまで回復したからな。これであまり戦わずにゴールへ行きたい。無理か。3人倒してなんとか。レベルアップしてって感じかな。イカちゃんがね、強く、何度もイカちゃんに負けてるんで、イカちゃんにはいかない。これも強そうだな。デコピンから行くか。気をつけて。氷粉砕に勝負をかけたいね。デコピンから。デコピン。ナッチ。よし。貴様だけ使って。ジャグリング。氷粉砕勝負かけたいんだよな。まだ、まだなんかでも、先な気はするけど。氷粉砕めっちゃ強かったからな。なんだろう、武器を生成して、なんだろう、なかなかスナップの機会が来ないね、これは。なんでどうするかって感じなんだよね。自分からスナップフライになって。雪の結晶サイコロ凍結。
ジョブリング最大3。しまったな。まあ、使えない機械を氷粉砕で取っときたいという。凍結した的には2倍だから、凍結してないからね。一回回すか。で次で古墳が出るから突っ込み屋だけ使っとこう。呪いか。呪いは失敗するってやつだね。これはあえて食らうとスナップでき、まずジャグリングして、これスナップで全部3個1個に使え、一気に使えるのかな、そういうのも見てみたい。エコピン3つ同時ドーン。戦士の攻撃、ちなみに突っ込みドーン、お菓子ドーン、最低4、複製。揺さぶり。ジャグリング。ナッチ。スナップ。次、雪の結晶が出てくるから。最低3。ゴミを使ってしまう。雪の結晶で凍結。雪玉で5ダメ。これすごいぞ。氷粉砕スナップ。これ何ダメ与えるんだろう。わかんないぐらいダメージ与えた。でも強かった。ほとんど食らわずに倒せたね。よし。でこれを倒して、こうリンゴで回復して、これこうでしょ。で、次あれを倒せば満タンでボスに挑めるから。このカウボーイが楽に倒せればなんとかなる。楽には倒せねえだろう。さっき一回回したのが良かったかな。ナッチ。で、コッピン。エコピン。ナッチ。伏せ、最低4。うわ。いや、これ、お菓子とか邪魔だな。粉砕やりたいけど次のターンにやりたいんだよな。奇数で1個凍結。まいじゃん。よくないな。相手の何かを利用して、あ、ボルバーがなければ相手なんだ。なんで63つになってもの、6だと6ダメージを与える。一旦中に6回まで、16の目を2つ振る。強っ。最後とりあえず複製。氷粉砕使っちゃおう。エコピンじゃ弱いな。ちょっとあれ回そうか。戦士これいい。揺さぶり。ジャグリング。ゴミ、雪玉、あ、雪玉奇数じゃないとダメなんだ。くっそー、悔しいな。これ割と与えたんで、まあ、次食らったとして6の目を2つ振る。強いな。リボルバー、うわー強い。スナップやったとして、こっちが
全然揃ってないね。まずピス。だからこのターンをスナップやってもしょうがないっていう感じ。これダメ。普通にダメージ与えよう。で、6ダメ食らわないなら、まあ、よしとするか。で、コピーでいくか。少しでも与えておこう。いまいち。凍結してるから。あー、6の目2つ振った。うわ、きつい。オペに12。うっわー。ここはいいとして、この次はきついんだよな。ジャグリング。スナップしたとしてって感じなんだよな。スナップ。回復した。ナッチ。の決勝。ツッコミ。氷粉砕で勝ちだろ、これ。こっちはいいんだけど、体力は少ないけどリンゴは3つあった。どれかはでも外れのリンゴな気もする。強化戦士とか強化できないかな。戦士、あ、これ強化できないんだ。覚醒揺さぶりはいいだろう。覚醒がちょっと足りない。最低4っていうのはちょっと辛い時があるんだよね。毎日複製にしようか。複製が、あ、そうだね、この複製はちょっと嬉しい、ね、決定。最低4必要だったのが何も必要なくなる。この回復、こいつは、おお、回復3つで、でこの死神に挑める。この魔術師戦ったことないんだ、初めてだけど。どんなやつだろう。スナップまでは遠い。でもデコピンがいっぱい揃ってるのが見える。氷粉砕使ってしまうか。それともデコピンを流してしまうからな、これ。デコピンが来るから、デコピン弱いから全部流してしまうってどうだろう。ちょっとやってみるか。デコピン破棄する。氷粉砕先に一回使って、デコピン破棄する。あっ、これ、これ複製して、複製してナッチして凍結して、戦士のダメージ与えておいて、揺さぶって、すごい、スナップしてないのに回っている。サイコロ1個入手して、難しいな、相手が何来るか。流れ星、ダメージ混乱状態にする。ダメージ与える、2つの状態以上与える。うわ、何が来るんだろう。さて、それ次第なんだよな。昔破棄っていう手もあるな。全部回してしまう。それ勝負かけるか、そこに。で、雪玉。スタミナ与えてサイコロ凍結。サイコロ2個凍結。次は次のターンでもいいかな。ちょっとツッコミはちょっと取っとこうか。よし、全部1になった。1ダメ混乱状態以上にロック。うわー、ロックはきついな。ロックはきついな。ロックプラス何になったのこれ。混乱、
混乱はなんだ、こんな混乱中装備の名称が見えなくなるだけで、こっちはサイコロ使えない。これ確かなんだったかな。くそ、覚えてない。これがツッコミツッコミで、ツッコミツッコミ、ツッコミツッコミ流そうかな、みたいな話をしたの。雪の結晶で凍結にしようか、じゃあ仕方ない。これは流して、覇気で流して、雪の結晶で凍結にしよう。凍結してくれた方が嬉しいだろ。きついな、何かの状態異常をかけるにっていうのきついな。今度何が来た、今度は、今度は何だ、混乱プラス弱体か。全く何だか見えないや。こっちの次のカードっていうのしか分かんない。最大3だから、ジャグリングか。これ使えないってことか。もう使わないといけない。奇数落ちた、戻れた。お菓子、お菓子破棄しよう。あ、破棄、破棄も使えなくなっちゃってんの。これ黒く黒くなってるから、え、効果確認できなくなる。弱体化してカード破棄もできなくなっちゃったってこと。これ、回復しとくか一応。いや、きついな。こんな弱体化、こいつ強いな、めちゃくちゃ。スナップしたところで見えないから、これ勝負はできないんだな。一応これとこれが同じかもしれないということで、自分で探せるし、スナップするしかない。スナップできない。最大3。ジャグリングして、もうジャグリングか。一応毎回こう R を押してみる。あ、使えないんだ。使えないんだ。これは勝てないのではないか。あ、もう一回振っただけ。これ最低2だからあれだね。そこで読まないといけないのか。複製、6を2個複製。あれ、あ、スナップが使えるようになった。スナップ、スナップ、よくわからんけどスナップ。無理か。ツッコミ、ツッコミが来るから、ここスナップ。おわ、勝った。強い。クロマ術師めちゃくちゃ強かった。これでレベルアップして満タンになり、ロボットいらないな。装備盗む、いやー、どれもいらんな。破壊もしたくないんだよね。ランダムで装備入手してもね、スナップ。まあいいか。盗賊は楽しいから盗賊奪いますか。よし。さあ、デッキを確認して、デコピン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 6個、ツッコミ3個、揺さぶり、盗賊戦士、複製、氷粉砕が勝負。ジャグリング、ジャグリング。氷粉砕と雪玉で勝負をかけるという感じのデッキです。さあ、これでいよいよボス。さあ、誰か。オードリー。ただ力が強いやつっぽい。でも、HP はこっち満タンだし、氷粉砕のあれができればなんとかなる。さあ、勝負しよう。さあ、ここは勝ちたいな。氷粉砕いきなり6ダメ与えてもいいか。エコピンを破棄し、そうだね、エコピンを破棄して奇数で最後凍結し、そこに与えるしかない。サブリサイコロでプラス1、ナッチで回し、
最低2か、回せないな。元気玉持ってきたかったんだけどな。最低2サイクルにマイナス1、元気玉。そうだよ、雪玉を持ってきて、あ、雪玉奇数にならない。くそ。悔しい。僕の方やればよかった。凍結した的にダメージ。2倍ダメージ。まあ割と与えたでしょう。スナップコンボ、地震、装備3つ弱体化。9ダメ。まあ強っ。弱体化したらまずいね。凍結して、1個凍結して、デコピン邪魔だから、アキシー、盗むいいね。盗む。10。装備3つ弱体化、9ダメージ。面白いね。サイコロ複製。やってしまおうか。せっかくだから。1、2、3。ドーン。さあ、どうだろう。弱体化。わあ、向こうもやってきたな。弱体化してるときにスナップしたくないね、これ。ジャグリングボールマイナス。かし。スナップしても、お菓子マイナスとお菓子プラスは果たして、うまくいくのだろうかという気がするが、はい、一応スナップしてみるか。スナップ一応回復する。雪の化粧、あ、ダメだな、全然ダメだな。ツッコミ、戦士、あ、ダメだ。ダメスナップだったな、これ。負けるぞ、これは。10。うわぁ、弱体化3つ来てるのはきつい。ジャグリング最大3。あ、ジャグリングは、帰ってこないのか。まあ、17食らったら負けるんか、これ。次も弱体化来たら終わってしまうな。5。の結晶。サイコロ凍結するだけ。弱いなぁ。ナッチ。ナッチ。揺さぶり。秋。秋突っ込みの方がいいかな。秋。うわぁ、ここまで来て負けるんか。きついなぁ。スナップは来るんだけど、自信が強すぎなんだよな。これが弱体化強すぎなんだよな。いやぁ、スナップ来るんだけど、ここで勝たないと負け。というか、今、ジャグリングしかできない。スナップ。盗賊。偶数1ダメージ段に2回まで。いや、2回やりたくないんだけどな。そうするとこういうダメージ、いや負けか、これ。くん、悔しい。うわあ、5。あー、でかい。ダイスでかすぎでしょ、ちょっと。いやー、ここまで来たのに、あとちょいまで来たのに弱体化にやられたか。悔しい。また次回。